おはようございます。昨日は夜ラーメン食べたんですけど、つけ麺食べました。つけ麺、旦那さんとシェアで唐揚げとチャーシュー丼すげえ、胃袋どんだけ入んねん。結構夫婦ともに胃もたれしてますので、水分をしっかりとって、朝はちょっと胃を休ませようと思います。準備ができました。私の水分だらけの朝ごはんです。水です。白湯でカフェコーヒー、サジーの豆乳割り、 EAA です。アミノ酸です。これを朝の支度をしながら飲んでいきたいと思います。昼ご飯食べます。お昼はパスタにしようと思うんですけど、このちょっと糖質を控えられるパスタが売っていたので、これを食べようと思います。これを 80g、 はい、お水入れたんでレンチンで12分していきます。小さじ1ぐらい。めっちゃ気持ちのお醤油。しゃ。トマト。できました。いただきます。ご飯です。夜は卵2個と豆腐、レンチンの茶碗蒸しにしたいと思います。卵、2分加熱します。
花粉症なんか風邪なんかちょっとわからないんですけど、絶賛鼻声です。簡単でヘルシーで栄養満点のお昼ご飯にしようと思います。はい、じゃあ作ります。木綿豆腐を 100g ぐらい入れました。オートミール、ミールを 30g、 卵、千切りキャベツ、これはもう好きなだけ入れます。小さじ1ぐらい、美味しい。ほんまお好み焼き。